ロと初心者のレミファの弾き方の違い。まずは初心者の方。プロの弾き方。楽譜に書いてあるリズムは同じなんだけれども、徹底的に違うもの、それはリズムの捉え方。アマチュアな人は楽譜に書いてある通りに、レーミーファ、直線的に見てる。プロは少し指向性を持たせます。レーミーファに書いてある拍数、ただ伸ばすんじゃなくてどういう風に伸ばすかっていうのを考えるとグッとレベルがアップします。ぜひ試してみてください。